アルビレックス新潟は川崎フロンターレに1対0で競り勝ち、26,000人を超すサポーターが駆けつけたスタジアムで今季ホーム初勝利を挙げた。前半22分、トップ下の MF 伊藤亮太郎25が2試合連続ゴールとなる決勝点を奪った。守備も最後まで体を張って守り切り、今季初めて無失点に抑えた。昨季リーグ戦2位の強敵を破り、開幕から4戦負けなしの2勝2分けで勝ち点を8に伸ばした。次節18日はアウェーで浦和と対戦する、強敵相手に自慢の右足が牙を向いた。伊藤は前半22分、左サイドの高い位置でボールを奪った左 DF 渡辺康樹23のパスを受けるとゴール方向に素早く反転し、ペナルティーエリア左付近に侵入。相手の寄せが甘くなったところを見逃さずシャープに右足を振り抜き、鋭いシュートをニアサイドに突き刺した。2試合連続ゴールとなる今季2得点目は貴重な決勝点。ゴールキーパーがファーサイドを警戒していたので判断を変えた。よく入ってくれた、とクールに振り返った。序盤から才能をフル活用した伊藤は前半17分、自陣でボールを受けると右サイドを駆け上がる MF 太田修介27に長いスルーパス。得点には繋がらなかったが、川崎 F を慌てさせる。後半もキレキレのドリブルやラストパスで攻撃を牽引。同40分には切り返しで相手 DF を翻弄し、左足で惜しいループシュートを放った。この日、マグロのように動き回った選手に贈られる、マン・オブ・ザ・マグロ、山崎食品、2MF 高貴弘、24と共に選ばれたが、チャンスはもっとあった。しっかり決めきる力をつけないと満足はない。岡山、作陽高を卒業した16年に浦和でプロデビューも出場機会に恵まれず、水戸や大分への期限付き移籍を繰り返した、自信を失いかけた時期もあったが、自分を信じてここまでやってきた。埋もれそうになっていた才能が、昨季完全移籍した新潟で開花した、自分と新潟のサッカーがすごくマッチしている。チームメイトが自分の良さを引き出してくれている、と笑顔を見せる。チームは開幕から4戦2勝2分けと負けなし、自分たちは少しずつ自信をつけている。ただ、開幕戦、C 大阪と前節、札幌は引き分けている。勝ち点2ずつを逃している気持ちが強い、と勝ちに飢えている。ホームの大声援を受け、強敵から勝ち点3を勝ち取った。2連勝を狙う次節はアウェーで浦和と対戦する。古巣対戦となる伊藤は、成長した部分をぶつけるには最高の相手、この日の勝利を次につなげたい、と気持ちを高ぶらせた、小林忠。